あ、シャトチャレの宣伝ツイートする予定がしてないので、0時までには絶対終わります。何しようとしたっけ。する予定だったので、二次連別の宣伝、今から配信するよって、配信で聞くよっていう宣伝して、瀬戸ちゃんの宣伝も一緒にする予定だったのにし忘れちゃったから、0時までには絶対終わって宣伝します。第二次連別一緒に聞こうってハッシュタグ二次連別にしとく。こんばんは。今日はあの盛りだくさんの日なんですよね、実は。いや、もちろんこの前あった第20回、21回の二次連盟で一緒に聞こうもしたいし、まあね、明日も謎解きイベントがあるので、あんまりあのネタバレになっちゃうか話せないんですけど、謎解きイベントどれだけ楽しかったも力説したいし、23回、あ、全然違う、23でした。23回でした。なので、あと今日公開発表されたお話もね、発表のお話もしたいなって思うから、すごい盛りだくさんの日なんですけど、とりあえずまあ1000人行くまではまあまあ話しましょうや。今日私ね、シャネルの女なの。でピオちゃんに言ったら、え？って言われたんだけど、あのね、配信見てくれた、メールとか SNS には一切書いてないから、あのその時たまたまとか配信見てくれた人にしか分かんないんだけど、あの誕生日の日にあのお姉ちゃん長女から誕生日プレゼントをいただいて、あのシャネルのアイシャドウをいただいたんですよ。それを今日初めてね、今日のイベントで今日使ったんですよ。だからね、ゴージャスな女になりました。そう、なんか今日服が結構大人っぽいちょっとニットだったりしたから、いつものなんかピンクメイクはちょっと子供っぽいって、アイドルっぽいってはあるんだけど、なんかまあ冬だし秋だし、なんかちょっと落ち着いた色味を使いたいなと思って。そう、よくない？これちなみに今日届いたの。今日集合がね遅かったから、今日届いたんですよ。で、今日届いたのは今日も来た。まああのインスタの写真も撮ってるんですけど、そうそうそう、まあ明日もあるのでね、そう、まあ、載せちゃったら場所とかは言えないので、そうそうそう、だからね、今日参加した方も観光令を敷かれてたんですけど。そうだから今日私お目目がねゴージャスなの。久々にねみんなに会えるし、今日配信もね、最近ちょっとその舞台の稽古とかバタバタしてて配信できてなくて、今日できそうだと思ったから配信もできるし、ちょっと可愛い私を見てほしいと思って。そう、可愛い可愛いって言って、可愛い。そう。で、今日もう謎解きイベントはもうね、すっごい楽しくて、すっごい楽しかった。場所も言えないし、謎の解きのね答えとか、何に行ったとか、どこに行ったかも、もう全部ネタバレになっちゃうから何も喋れないんだけど、全部楽しかった。全部楽しかった、本当に楽しかった。すごいなんかファンの方との距離もすごい近めで、すごいなんか目を見てめちゃくちゃ話せたし、なんか普段の私をすごい、あーみたいな、わかんないって言っとってて。そうそうそう。で、結構あの私キングさんとか必要なスタッフさんとかと結構なんか人と話したらなんか自分の価値観が広がるって思ってるか、結構話しに行くから、全部のスタッフさんと結構話せる人なんですけど、今日帯同してくれたそのスタッフさんとかも結構話しやすい方だったので、そう、すごい、えって言って、なんてって言って、そう、ずっとそんな感じで、ファンのから、でもそれはちょっと反省したんですよ。ファンの人からしたら
ちょっと失礼、推しメンバーに失礼やんと思われたかもしれんと思って、ちょっとそれはちょっと やっちゃったと思ったけどそうすごい楽しくて、ぜひ第2回もしてくださいって言ってたそう、そうめちゃくちゃ楽しかった。そうにゃにゃそう第2回やったらみんな結構でも結構そのスタッフさんが結構いろんな話してくれたんだけど、なんかすごいなんだろう、応募このプレゼントの謎解き応募はすごいたくさんあったらしくて、そのもう枚数とか、まあ、確かに枚数とか多かったらなんかすごい何も見えないようにしてポンって引いた人を当てて本当にザ抽選でやったらしくて、そう多かったらその箱の中か箱か分かんないけど、まあ枚数あるから当たりやすいってなるけど、もう基本的に抽選でやったって、基本的にってかもうほぼもう見ずにもう引いて〇〇さんって感じにやってたらしくて、でそんなに来てたんですねみたいな、ありがたいってことで第2回よろしくお願いしますみたいなそうそうガチ抽選でした。まあガチ抽選じゃなかったらもう問題ですがねで私も誰が参加するのか知らなかったから、そう誰だろうと思ってたんですけど、そうすごいみんな4人ともすごい話しやすくて、当たり前だけどなんか話は何とかなんですかって聞いたらなんかえってならずに、すごいなんかあそれのねこうなんだよとかすぐ話してくれて、私は引いてないよ、気づいたら決まってたそう前髪切りました、正解、今日の朝切ったでも今日風に吹かれてさ、もう終わってるよね、風に吹かれたし汗っていうか、そっからもう一日経ってるから、すごい楽しかった、すごい楽しかったで私実は今日の18時にあのセプトさんとのコラボを配信限定公演、舞台公演が今日の18時に情報が公開されるって実は知ってて、でファンの人となんか何対1かで話す機会があったんですけど、そう最近私バタバタしてるもんねって言って、そうねみたいな、で、まあ、予想はしてるよみたいな、今日出るよと思いながら今日18時に公開されるよと思いながら話してたそう今日公開されるんだよってそう思ってた、そうでもなんかその結構人とかも出演メンバーポンみたいな感じで出てるけど、その人とか決まるまでとかもいろいろなプロセスっていうかいろいろあって、まあ、それもまた続々公開していくらしいんですけど、そういろいろ私の大変だったんですよ本当にここ数ヶ月そうそうそう大変だったんすよでもまあまだかもそれがまた公開されたら話できる話も増えてくるからいっぱい話したいなって思います。そうでもずっと本当に稽古をずっとしててすごい楽しいんですよなんか私本当舞台も初挑戦初めてならば演技も初めてだから、そのすごい不安で、結構一緒に出演するメンバーが舞台経験者だったり演技経験者が多かったりしたから本当に不安でだったんだけど、毎日すごい楽しくて、毎日明日も明後日も幸せでもみたいな感じで毎日あるんですけど、結構はもちろん、まあ、初日が11月10日なので、ね、そう毎日なんだろうな、なんか初めてだからこそできないことももちろんたくさんあるし、なんかなんだろう不安なこともたくさんあるんだけど、それもなんかそこでなんかどうしようって空っぽになってしまったその自信とかを、なんだろう演出家の方とかが
なんか丁寧に分かりやすくこうしたらいいよって言って、じゃあやってみてって言われてやってみて、あそうそうそうってやったら、そのなんかポカリ空いてた自信のなさが埋まってみたいな。なんかこれみちゅにもひなちゃんにも言ったらド M って言われたんですけど、なんか自信がなくなるのがすごい楽しいっていう、これ初めての経験ですっていうで、そう自信がなくなってから演出家の方がセブトさんはすごい、そっからをちゃんとどうしたらいいってすごい教えてくれるから、なんだろう、なんと成長っていうか、なんか分かりやすくてすごい楽しいすごい楽しい、めちゃめちゃ楽しい。演技は初めてだから、まだなんだろう、頑張らなきゃいけないなと思うことはたくさんあるんですけど、頑張ります。だからまだちょっと初日までは結構バタバタが続いちゃうとは思うんですけど、でも舞台の稽古中は携帯も持ち込んでないので、休憩以外はそうメールもあまり送れなかったりもするんですけど、あのそこの情報が公開されたからなんか分かっていただける理由にもなるから、早く公開してほしくてなんかさっきからさ、瀬戸まで演技してたってめっちゃいいけど、あれは演技とちゃうくない？なんかそういうことじゃないんだよ私が言いたいのって。初めてなんかさ、いや初めてじゃないじゃんみたいな言い方をされるけど、初めてなんだよ。ぶっつけラジオって声で、もちろん私はその朗読とかもさせていただいてるから表情もつけてたけど、その舞台だから 誰と誰の間にここで被ってしまったら抜けなんか見えないとか、その位置取りとかもその全てがそのやらなきゃいけなくて、そのラジオはラジオドラマとかはあるけどまた違うんですよ演技は。そうで別に私初めてなんでっていう、そこにブランドを感じてるわけじゃないけど、そうそうそう、なんかうん、なんだろうそうじゃなくないっていうそう、なんかなんだろう、分かりやすく言ったらみんなが今まで演技だと思ってたことは演技じゃない。え、どういうことなんだろう、暗闇もなんかミュージックビデオではほんの少しだったもんねって言われるけど、暗闇の演技はセリフはないじゃん、表情っていうかあれだったから、まあ、セリフありの演技っていうのかな、セリフあぎりで人から見られて一人じゃなくてっていう演技は初めてになるのかもしれないのかな褒め称える練習を始めます。どういうことですか？褒め称える練習をしとかないと私の演技は褒めれないということですか？ひどいネガ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 って、で気づいたら1000人行ってた気づいたら行ってた。アンドロイドの方充電もある。でもなんかその反応とかもすごいプラスの反応がすごい多くて嬉しかった。なんかマイナスな発言っていうよりか、なんだろう、あるだろうなと思ってたわけじゃないけど、なんだろう、今私たちがなんだろう、初めてある挑戦に対してなんだろう、受け身じゃなくてプラスでおーって言ってくれる私のファンが嬉しかった日本語めっちゃおかしかったけどそう、なんか新しい南みたいな、新しい姿を見れるんだねみたいな感じの受け入れ方をしてくれてるのが嬉しかったです。え、私今日めっちゃアイシャドウ好き、いいのそう、でもちろん私は甘く見てないし、いまだにそんな今からもう初日できますみたいな感じで自信も別についてないし、100点っていうまだできてないけど、ちゃんと初日まで毎日頑張って家でもやってってなっていくので、今そんな評価を決めなくて大丈夫ですそう、だからそうセットリップの時っていうのをその評価も嬉しいけど、あれはまた別次元っていうか
あれは本当にその場で台本もらってその場で演技っていう即興だったから、それよりも緻密に日にちをかけて練った公演ではあるから、そうそうそう、また別物だと、本当に初めてのものだと捉えていただけた。じゃあ本当に私今日のもう公演、次の公演これのイシャルとかを気に入っちゃった、気に入ってしまった。なんか今日目の色素が薄い気がする、なんでだろうなんかめっちゃやっぱ22歳ともなると合っちゃうのかな肌に初めてなんだけどね、そのものを持つこと自体もめちゃめちゃお姉ちゃんに写真撮ったわくら、会っちゃったかいやでも本当に結構私基本的プチブラだったり、なんかあのいいものを安く買えたらいいじゃないかっていう精神だから、そんな良いもの持ってなくて、でもいつもお姉ちゃんがプレゼントにいいものくれるから、私の初めてのいいもののプレゼントは全部お姉ちゃんなんですよ。その自分とお姉ちゃんの関係がすごい好きなんか別になんだろう、持ってない私が可愛いとかそういうことじゃなくて、なんかお姉ちゃんからもらうまで私もなんか持ってないっていう、その関係性がすごい好きで待ってるずっと来年の誕生日何かなってそう、去年はなんかジルスチュアートっていうメイクのなんかリップ、名前彫られたリップもらって、今年シャネルのアイシャドウ、来年なんだろうっていう来年なんだろうなって待ってるそうねだってると思う。じゃあ虹色鉛筆の準備を始めましょうでも私そのなんか名前がまず分かんない、プラダ、今パッとプラダって出てきたけどプラダは何、カバンとかかな、財布とか。でもなんか今お姉ちゃん的にメイクで着てるから、次もねメイク用品だと思うんだよね。布団変わった。これね、あの4月ぐらいの配信、あ一時期この布団あったんだけど、夏にかけてクローゼットに直してて、最近また寒くなってきたから出したんですよ。冬用布団ですじゃあ虹色鉛筆の準備はするよ。布団がプラダ、家ニトリ家ニトリ、いやニトリはいいですよ、いっぱいあるし。で私この下ピンクの毛布あるから、いつものピンクの毛布もあるからそうそうそう、プラダ家ニトリですでちょっともう外しちゃったんだけど、今日実はイヤリングつけてて、あのまたインスタ公開するからその時に見てほしいんだけど、そのイヤリングは実はあの田口のれいかちゃんからもらったイヤリングで、プレゼントに、だからね自撮り撮って今日はれいかちゃんからもらったイヤリングつけてるよと送ったそう、だからねイヤリングが喜んでますってきたそうでも今日もちょっとしかつけなかったから、またお話し会でもねつけたいなと思ってるめちゃくちゃね可愛くって、私イヤリングをそんな持ってないから、多分いっぱい今後も使っていくから、あそれれいかちゃんの前もつけてたと思うかもしれないけど、あの初めてつけるときはめちゃめちゃ反応してほしいんだけど、5回目ぐらいになるともう振らないでまたつけてるってなるからそうそう、気に入ったらめっちゃ何回もつけちゃうから、あもらいしお話か、本当や、早っ、ハロウィンや、え、ほんまや、来週って気づかんかった、ほんまやな、選曲ギスさん食べるラジオが流れてます、キスさんじゃないわ、虹色鉛筆にしなきゃ、虹色鉛筆よし準備完了、
じゃあ55分ぐらいから19ってやって、今から準備皆さんしてください。聞きまっせ、聞くで。10月22だからこれか。あー、これで。まだね、私が急に準備を始めたからね、今待って待ってってなる人もいるかもしれないか。55分まで待って、55分から19で押して始めたいなと思います。てってってれって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 れって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 ん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 。12月なってないよ。でもね、なんか別にその間にあるイベントが嫌だとかやりたくないとかじゃ全くないんだけど、全然やりたいし、なんならそれを飛ばしたくない気持ちあるんだけど、早く正月になってほしくて。兵庫に帰りたい。そう、おばあちゃんに会いたいんだよね。なんか最近めちゃくちゃおばあちゃんのご飯が食べたいなってなるようになって、でもそれ、そうなると正月になると舞台の初日も終わってるし、なんか全て終わってるから、なんかそれはなんか過ぎて美味しくないからあれなんだけど、わかる？言いたいこと。そうそう、なんかその舞台とかでバタバタし始めてから家族と連絡も取れてなくて、帰ってきたらもう夜遅くて、ご飯食べてフライったらもう0時超えててみたいな、死ねよみたいな感じになってたから、そうそうそう。え、22日のタイムフリーご利用時間終了で泣いてる。嘘。え、私も、私はいけるな、なんでだろう。おばあちゃんにね、最近めちゃくちゃ会いたいんよね。あ、なる時あるんだ。あ、なんでだろう、私イケてるの。あ、前に一回聞いてたのかな。あ、それもあるか。一回聞いてると24時間までだから、タイムフリーで一回聞いちゃう。あ、私がつい変なツイート、変なツイートっていうか、あの先に聞くか私と一緒に聞くか両方聞くかみたいなことを言っちゃったからか、ごめんな、すまんな、私のせいでもあるね。それちゃんと書いときゃよかった。端末変えると聞けたりする。すまんな、そこもちゃんと書きゃよかった。でも聞いてくれたってことね、お先にありがとう。嬉しい、聞いてくれて。でも今日の昼に聞いたけ大丈夫だった。ああ、24時間経ってないからってことか。すまんな。あ、そう、リアルタイムで聞くかって意味だったんだけど、そうだよね。すいません。私の説明がお下手でございました。てっ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 て。でも本当になんか20連発も木曜日が稽古とかでなると一緒に聴ける配信ができないかもしれない可能性が大だから、そう、こういう後日っていうことが今後あるかもしれないから、そこあれだね、ちゃんと私も分かっておかなきゃいけないとこでございました。てかさ、私ドライブをねやってるんよ。なんか始まる直前に
そのメンバーはメンバー用アカウントがあるからアプリ消さなきゃいけないんだけど、なんか練習なんかやり方分かるために練習するならいいよって言われてやってるんだけど、そういう時に限って消さなきゃいけないアカウントに限ってめっちゃねガチャがいいのよめっちゃ強いやつ出てきてさ、これ持っていきたいってなったこれ私のアカウントに持っていきたいよってなったそう、お願いってこれ欲しい、このまま欲しいってでもね、あのみんなは、私はその私のそのアカウントねあるから、あれなんだっけ、みんなは今やってるアカウントのままその STU のイベントに入るから、今からね、もしみーちゃんと一緒に頑張るよって言ってくださる方、今からやってそのモンスターのレベル上げるとか総合力上げるとか今からやっていた方が、本気でやってくださる方はギルバドで STU ファンの人とかなりやったら、すごい、私当たったことないな。でもまだギルド入ってないんだわ。あ、入ってるっけ、なんか誘われたんだけど入っていいのか分かんなくてそう、なんか練習でやってるからさ、よく分かんなくて。あ、じゃあ56分ということで今から10秒後いきますよ。20連別10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、始まりました。キンカンカンカン、キン、神戸と際大学の提供、あー声がでかかった、ニットだよ。じゃーん、いやと教育の神戸東京大学、今20年別聞いてます、こんばんは STU C、 こんばんは。今ラジオをね、私の冠ラジオみんなで一緒に聞いてます。自転車です。青いやつでかっこいいやつ、12段ギアもついててかっこいい。でもじゃあ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 、あったでしょフ買ってもらえなかった、うらやましい絶対や、募集そう、めっちゃこれ続き気になる。そっか、この回か、そうだこの回かこの回か、油断してたわ、この回ね、油断してたわ
STU48 兵庫県出身石田みなみでした。おやすみじゃーん。すごいドピッタだった。リアルで聞いて衝撃を受けた。これはぶっ込んだ。始まってね、気づかなかった。あら、通知いかんかったかな。よろしく。なんかね、本当に二次連筆はまあ最初なんか 3つに分けてて、最初のオープニングで作文、感想からのエンディングって3つに分けて収録してるんですけど、ボイスをメッセージやってるんですけど、感想は本当に思ったままの感情を言ったりが、本当にもう考えてないんですよ、いい意味で。なんか私考えすぎてやっちゃうと、もうそのセリフを覚えちゃって、なんか台本読んでますみたいな感想になっちゃうから、あえてなんか 作文は何回もやるけど、あえて考えずにそのまま思った言葉を言ってるんですけど、なんかね、思ったまま言ったらね、こうなった。思ったまま言ったらね、なんか眠れないよ、いや寝れたやんけ、なんか入っちゃったよ。撮った後にね、あれって。でもさ、マネージャーさんに送る時にはしゃいじゃいましたって、 OK ですかとかって、だからマネージャーさんがいやいいと思いますって言って。そう、なんかね、セタムネと結構締め切り日が近いことが多くて、セタムネ撮った後に二重連筆撮るとこうなるよ。なんか二重連筆撮ってからセタムネだと別にいつも通りなんだけど、セタムネ撮ってから二重連筆だと、セタムネが基本的にこういうテンションだから、もうそのままね入っちゃうよね。それがそのせい。そのせいって言い方もあれだけど、それがある。それがあるよね。そう、でも別にそれに関してはダメとか私も自分自身思ってないから。そう、ちゃんとマネージャーさんに聞いてもらって、どうですかって聞いて、キスさんとかの反応も見てもらってるから、いいねってなってるから公開されたわけだから。別に良いんですけど、ちょっと瀬戸宗聞いとこっかな。21の瀬戸宗エンジェルビーツについて語ってるかい、曲聞きたいし、せっかくラジコつないだから瀬戸宗聞いとこっかな。そうね、朗読部分がこれだと、まあ、瀬戸宗と区別がついてないからあれなんだけど。前も聞く？一緒に聞く？なんか聞いてくださってる人が、あのまたあの24時間で聞けなくなってるかなっていうのもあるかなと思って一人で聞こうとしてるんだけど。一緒に聞きますか？ラジコ閉じちゃった？じゃあもう一回開こう。一緒に聞いていいの？え、一緒に聞いてくれるの？目がべらぼうに綺麗。なんか今日色素が違う。ご利用期間終了だった。あ、まあまあまあ、私もね予定してた予定じゃなかった、だから聞きますか。じゃあもうちょっとしたら15分過ぎたら19しますね。だから次の来週分の瀬戸宗ももう提出してるんですけど、あれなんですよ、なんかでも今回は別にふざけてないかも。あ、ふざけたかな、ふざけてないか、ふざけてない。ちょっとマジ第3回目がふざけすぎたから、あ、そう、10月21、第3回がふざけすぎてたから、あの最初らへんにね。第4回はどうだったっけな、なんかあそこまで突っ切ってはないかも、けどいい感じの空気感ではあるかも。早く第4回も聞いてほしいな。そうそうそう、第3回はねおかしかったよ私が。あ、てかね、なんか私の担当のマネージャーさんが二次連筆と瀬戸宗とかもなんか請け負ってくれてるんだけど、スケジュールとか送ってくれる、結構ねいっぺんにいろんなことを送ってくださる方で、私なんかなぜか知らんけど LINE がパンって来たら、その来た瞬間の LINE しか見てないから、その前に違うことを送っててもなんか見れてないことが多くて、
でなんか第4回の瀬戸宗を撮るにあたってそう台本探そうと思って LINE のトークでなんかトーク検索みたいなできるじゃないですか。なんか瀬戸宗って検索したらあのちょうどね今週の回のあの私がなんかアニメのなんかアニプレックスさんとかキーさんとか言ってるとこがカットされてるって言ったとこがちゃんとねあの来てたキスさんからなんか調べたところ4社なのでちょっとそこ曖昧なのであのカットしましたってちゃんと来てたのに私がそこ見てなくてあれーってなってそう自分で恥を広げたっていう。そうそうだからねなんか違うのが来ちゃうとね振り返ってみないからねそこで初めてね気づいたの。そうそうそうちゃんと送られてきてました。でもあれそれはマネージャーさんもなんかババババババンって送ってきてそうそれもあれだよねそう仲いいからねあの女性の方で年齢もすごい近いんですよ。だからもう毎日言い合いしてるなんでっつってなんでですかってちょっとそう年齢が本当に2歳とか1歳とか本当にめちゃくちゃ近くて女性の方でもなんかいい意味ですごいいい関係を今そのマネージャーさんとは掴んでるのでそうそうそうだから私はこういうつもりでこれを撮ったんですみたいな。でも私はこういう風に感じましたなんでみたいなラジオのあの感想とかのやつでもいつもなってるあ確かにその意見は一理あります撮り直しますって言ってそのそう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 いつもそんな感じでは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 じゃあ今日21日分の瀬戸宗10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、あ、間違えた。瀬戸宗開いちゃった。みんなごめん。みんなごめん。私、今聞いた。逆にいいかな。二重連発聞かけちゃった。キンコンカンコン長い。今瀬戸宗よ。すまんわ。始まりましたーって今言ってる。今日で3回目ということで、初回、そして第2回。0.5 秒くれ。あれ。これ止めちゃってももう一回戻したら聞ける？なんかこれで最初からしますか？じゃあ止めちゃった方が何人かいたので今私0秒に戻しました。はい皆さん0秒に戻してください時を戻そう行くよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ポン、いけました。ドゥルドゥルドゥシティ48の瀬戸宗、兵庫県出身石田みなみです。瀬戸宗始まりました。イエーイ。ふむふむ生だうん、うんうん、ふむふむ、そうね、すべて笑っちゃってるからね守ってね。だやっちゃいけん、いけん、やってはいけんことなのね。笑っちゃった、私すぐ笑っちゃうしゃってか、では笑う、笑ってから喋る何の話だよって言
そうね、元も子もないもんね。シティ大学の神戸と京大学の提供でお送りします。今提供一緒に笑ってるから聞き取りづらいところがなかったそれはそれで良いかもね東京大学エンジェルビーツについて語っていきたいと思いますを伸ばしつつありますもうね、かいつまんで喋ってるからね、ラジオ聞いてないとマジ意味わからんよね、ごめんそう、死後の世界のね、インジェルビーツは現実ではね、全身霊の方でね、そう、不良の事故と理不尽なしそうね、あんまり言ったらねネタバレになるからね言えないんですよね、難しいところでそう、重たいしよね、鮮明、そう、死んでしまった描写が鮮明なんよ、そうなんよ、そう、選択できる人生があるから前を向いて歩んでいかなきゃなって、そう、そうそう、ギャグ要素もあるよね、エンジェルビーツはね、見てくださいそう、良さをね説明しなきゃいけないんだけどね、なんか時間とかそう用語とか使っちゃうと伝わらないしみたいな、見てっていうそう、そう見て損はない、あ、テロプレーターバレたそう、ストムネのラジオも雰囲気好きなんよね私自分だけどね、そう、なんか好きなこと語ってるからね、気持ちがめちゃくちゃこもってるよね、ガールズデッドモンスター、ガルデモいいよね、いいよね、ガールズデッドモンスターさんで一番の宝物、じゃん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 、わかる、麻婆豆腐食べて、わかる今ねラジオ聞いてるんですよ、みんなと一緒に今来た人何やってんだよってめっちゃ黙ってんなってなるよね、ごめんね、顔を合わせたら喧嘩してばかり、それもいい思い出だった、
君が教えてくれたんだ、もう怖くない。あ、歌詞が分からん。自由でも幸せはつかめる、だからひとりでも行くよ、たとえ辛くても意味と見た夢は必ず持ってくよ君。そう、あのリサさんの方で、他の誰でもない、でも目覚めた朝君はいないんだね。そう、なんか一番の宝物のね、いいファイナルバージョン、噛んじゃったわ、いいファイナルバージョンとオリジナルバージョンがあるんだけど、いいファイナルバージョン選びました。ここの曲中のしゃべりは二重連筆に近いですね。ちょっと意識しました、ここは。そう、ずっとふざけてたから最後は締めようって、終わりよければ全てよしっていう精神。もう後悔はしない、二の後みたい、寂しいけどそろそろ行こう。どこまでも行くよ、ここで知ったこと、幸せという夢を叶えてみせる君と。そこ途中どうちゃうのかし、なんかね、今思い出したんだけど、一番の宝物ってゆい、一番の宝物ゆいっていう、あのキャラクターがいるんですけど、ゆいちゃんっていう、いいファイナルバージョンと一番の宝物オリジナルバージョンっていう2パターンあって、そうオリジナルバージョンといいファイナルバージョン、歌詞もちょっと違うし歌ってる人も違うんですよ。でそういえば思い出したんですけど、さっきあの瀬戸宗のね第4回を収録しようと思って台本探そうと思って LINE のトーク検索で瀬戸宗って検索したら、マネージャーさんからエンジェルビーツについて実は来てたっていう話をしたんですけど、実はその曲についても来てて、なんかこういう風に曲が何パターンもある曲はあのどれがいいのかわからないので、あの送ってほしいですっていうのが来てて、あーすいませんっていうけど、私が思ってた方をあのやってくださったので嬉しかった。そう、あ、そう、いいファイナルバージョンなんです、合ってますっていう、私の思ってた方は合ってますっていう。ごめんなさい、確かに何パターン思ったんですよ、私もなんで分かったんだろうって、そう、すごいなと思ったけど、そうだよねって、分かんなかったよねっていう。ごめんねっていう。そう、ごめんねって、上の方にごめんねじゃない、ごめんなさいってなった。そうですよね、でも私が思ってた通りのユイファイナルバージョンリサさんの方だったので合ってもおります、ごめんなさいっていう。そてか、なんかなんだっけ、あの私今まで自分の周囲以外のちょっともね実は聞けてなかったんですよ。で最近っていうか先週ぐらいから自分以外のラジオも瀬戸宗もね聞いてるんですけど、 BGM 違うんですね。好きによって、嬉しかった。なんかその私に合わせたやつなのか、そのアニメとかあの音楽とかご飯とかそのスポーツに合わせた BGM かは分かんないんだけど、あのねメンバーによって BGM が違うんですよね。違うよね。私の耳がおかしいとかじゃない。そう聞いてて私と違うと思って、そうそれに気づいてすごいキスさんの愛を感じた。なんか最初は一緒なんだけど、あの語ってる時、そうそう、
そう、なんかね、私のなんかね、私のやつだけなんか地味にちょっと違う。なんか他のメンバーはゆったりみたいな、なんかゆったりっていうか、ゆったりなんだけど、なんか私のはなんかてってみたいな、下手くそ、説明が下手くそ。そう、なんかね、なんか私のだけなんかてってんてってんみたいな。ね、なんかね、そう、結構ね、同じこと何回も言ってるけどね、他のメンバーゆったりなんだよね。で、私もね、自分のやつしか聞けてなかったから。でもミュの話の BGM もなんかね、地味に好き。ミュのやつもでもノリノリ系かも。ピアノがすごい。でもなんか同じ瀬戸宗っていうくくりなのに呼びによって全然違うなっていう。そう、嬉しかった。愛をすごい感じたんですよ。仕事の合間にやつやってやって、仕事の合間に聞きやすいので月からも聞いてます。みーひん、こんばんは。こんばんは。そうっていうね、嬉しい。でも本当になんか、でも次の曲、次の週流す曲は、そう、多分知ってる方少ないかも。少ないっていうよりかは、あのなんか限られた場所でしかやってない曲だったりとかしたから、そう、私もあ、なんかある作品を紹介した上で、あ、これアニメやってたんだってなって、そう、アニメ、それで調べてアニメの曲聴いたらすっげえいい曲で、え、これ絶対流そうって決めてたから。そうそうそう、早く水曜日にならんかな。なんだろう、でもなんだろう、今特に第3回とも初回抜いたら、初回はまあアニメ好きになった経緯、第2回企画、第1回一つの作品について語る、第4回はちょっとテイストを変えております。そう、幅広いく、幅広い感じです。これ以上は、これ以上は言えない。でも多分知らない方の方が多分多いと思うんですけど、多分ね、あのね、めちゃくちゃね、私はすごい好きになった曲なので、そう、これを機に好きになっていただけるとって感じ、本当に。そう、なんか、なんだろう、本当に私のなんか自分の中のアニメの強みは、限られたジャンルを、限られたジャンルじゃなくっていうのをテーマにしてるから、それがすごい分かりやすい回になってるかなと思います、次の回は。いい、いい。そういうやつ、カボボーアワーズ、エンジェルビーズの曲聴いていい？聴きたくなった。なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった、ビーツ、なんとかビーツ、ユース、なんだっけ。なんか毎日毎日アニメのやつやってないからいいじゃんって言ってたけど、今んとこね、直近の2回全部アニメの回で、本当申し訳ない配信が。えへ、エンジェルビーツのオープニングを今から流す。マジでエンジェルビーツのオープニングのピアノが好きなの。テテン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 テテン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 テテン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 テテ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 テンテテン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 、めっちゃよくない？ピアノが。繰り返す眠い朝は襟の帯をきつく締め、
教室のドアくぐるとほんの少し胸を張って、あ、そう、My Soul Your Beats 抜き出せる、何日常に吹き抜ける風、聞こえた気がした、感じた気がしたんだ、震え出す今この胸でも来る気がした。あ、仕事戻るね、頑張ってね、ありがとう、途中で見てくれて、見てくれて、気が付くのも手を、あ、間違えた、手を振った、よかったね。みーちゃんはカラオケやっぱりアニソン歌うの？アニソンしか歌わないから、マジで仲いい人しか行かないカラオケなんか初めて遊ぶよってことはカラオケ行かないようにしてる。だってなんかあかりんとかもなんか独自のなんか好きな曲ばっか歌うから、歌あかりんとはめっちゃ行きやすい。止まってるのに違う日々を生きてるように、誇りは雪のように降り積む、待ってる気がした、呼んでる気がしたんだ。10年前くらいかアニメ見たいなくて、エンジェルビーツは見た？見て見て見直見直したくなった、きた、エンジェルビーツ。失われた記憶が呼び覚ました物語、永遠のその終わり。録画リストに入ってるの、家行っていい行きたい。でも私もあれ10年前なんだ、私が見てたの12歳。あ、そうだね、10年前、怖っ、すげえな、すげえな、10年前か。なんかね、ユニコーンとかもそんな感じなんよね、びっくりしちゃうよ。もう気がした、感じた気がしたんだ、震えでもなんか歌いたい気持ちと話したい気持ちが相まってんだけどうー、怖え。みーちゃんがおすすめしたから見たら、嘘、感想また教えてよ、話したいな。アニソン談義めっちゃ好きなよね。読んでる気がした、なんかね、まあ本当はもし瀬戸宗がいつも通り、あのいつもの1時間前のリニューアルする前の1時間で、あの、あ、私の水曜日アニメの回だとしたら、本当はもっと実は話したいことがあって、なんかね、今回の瀬戸宗エンジェルビーツの回に限っては何回か撮り直して、それは結構時間がオーバーしちゃったから、やっぱここカットしようで撮り直してるんですけど、結構あの死んだ世界戦線っていう、そのエンジェルビーツに出てくる用語があるんですけど、それを SSS って言われてるんですけど、を入れたりとか、ガールズ・エット・モンスターのガールズバンド、ただのガールズバンドじゃなくて実はこういうやつでっていうのも入れてたんですけど、まあネタバレにもなるし、それを入れてしまったら、まあそのワードだけ聞いたら分かりにくいっていうのもあって抜いたのと、なんかもう一つ、エンジェルビーツとの出会いはマジでおばあちゃん家なんだよ。そう、一回多分ショールームで話したことあるのかな。なんか家だとお母さんとかパパに早く寝なさいって言われるんだけど、おばあちゃん家だと、まあ、おばあちゃんの方が早く寝ちゃうから、まあ、横で起きてるだけなんだけど、おばあちゃん起きないから、まあ、起きてても怒らないのよ。で、まあ、おばあちゃんが途中で起きたとしても、まあ、早く寝なさいよぐらいで、お母さんぐらい怒られないから、おばあちゃん家はもうすごい夜更かしできる場所だったのね。でいつも土日が休みだったから土曜日に泊まってて、だから土曜日の夜中にエンジェルビーツがやってたんですよ。でそれでたまたまアニメもともとその時から好きだったから、あ、アニメやってると思ってちょうど見たのがその時2話だったんだけど、めっちゃ覚えてる、2話から見たんですよ、私最初のエンジェルビーツ2話から見て、何これめっちゃ面白いってなって、そっからなんか、それまではおばあちゃん家になんか泊まりに行くの、なんか
週に1回絶対とかじゃなくて、まあ、今週はやめとこうかなとか今週は行こうとか結構気分で言ってたんですけど、その2話からエンジェルビーツが完結するまで毎週ね、今週も行く今週も行くって言って、今週は選手行ったから今週はええやろ、いや今週も行くって言ってそうそうそうで見て全部見終わって、なんか最終回らへんはマジね、もういつもはなんかおばあちゃんの布団でこう見てたんだけど、まあ、最終回ぐらいになるともうこう座ってテレビの声本当にこの体勢でずっと見て泣いて、てかまあ結構重たいシーンもあるから泣いてたりとかして、でちょっとなんか1話もやっぱ気になるから1話からもう一回見直してっていうのがあってみたいな、そういう出会いだったっていう話もしたかったんだけど、ちょっと時間関係で話せなかったのが惜しかったそうそうそうっていう、なんかいっぱいね、なんかアニメに関していっぱいなんかやっぱ見てきたからエピソード持ってるっていうかあるんだよね。そうそう、なんかほんまにこれ、ほんまにこれ以上言えへんけど、あのエンジェルビーツを見たらあの臓器提供カードちゃんと持っとこうってなるよなんか結構なんかその重たいっていうか、なんだろう、気軽にこういうこと言っちゃいけないことだと思うんだけど、そうそう、なんか見てたらなんかちゃんと選択自分でしようっていう、どっちでもいいからちゃんと決断しようっていうそうそうそう、そうどっちのなんか考えもその人の正解ではあるけど、あのちゃんと自分で選択した上で決めようっていうのがすごいなるのよ、 見てる人と分かるとそうそう、私もそれを見た時に初めてそういうのがあるんだって実は知って、まだ小学生とか中学生中1だとかだったりしたから、そうそう結構考えさせられる、本当にアニメなんだけど自分の人生の選択の仕方にすごい考えさせられる私もちゃんとなんかそういうとか動くようにしたということで、今から今オープニング流したということでエンディングを流します。今から私のヘッドホンはエンジェルベイツのエンディングが流れます。あ、もう始まりましたエンディングも好きなの。振り返るとみんなは遠く、そう、あ、そう、ビリーブソーブがめっちゃ噛んだよね今すごい噛んだ。それが強さだった、もう何も怖くない、そうつぶやいてみせる。みんなには私の歌声でお届けしますごめん下手くそが本当。いつか人は一人になって、思い出の中に生きてくだけ、孤独さえ愛し笑ってられるように、私は戦うんだ、涙なんて見せないんだ。時間、これ歌ったら男女運動ありますね。ありがとう、カメラこっちだった。いつも一人で歩いてた、行く先には崖が待ってた、それでも私は歩いた、強さの証明のため、吹きつける強い風、汗でシャツが張り付く、息継ぎできなかったいつか忘れてしまえるなら、生きること、それはだ、あれ飛んだ、忘却の彼方へと
閉じてゆくなら、それは逃げることだろう。生きた意味すら消えるだろう。風はやがて泣いてた、汗も乾いて、お腹が空いてきたな、何があったっけ。あ、ミラーボール。にぎやかな声とともに、いい匂いがやってきた。マジほんと最終回のエンディングめっちゃ染みるから、マジで見てほしい。いつも一人で、あ喋った後に歌ったから。長回っていた、いつか人は一人になって、思い出の中に生きてくだけ、それでもいい。安らかなこの気持ちは、それを仲間と呼ぶんだ。いつかみんなと過ごした日々も忘れて、どこかで生きてるよ。その時はもう強くなんかないよ。普通の女の子の弱さで涙をこぼすよ。エンジェルビーツって今何の媒体で見れます？レンタルしてるんかな。私はでもアニメで見てたけど、アニマックスもやってたから、アニマックスで見たりとか。でも今はいっぱいなんか映像作品あるじゃないですか、見れる方法多分あるんじゃないかな。私 Amazon プライムしか入ってないからなんとも言えんだけど、あ、Netflix や Unext とか Hulu でも見れるらしい。いっぱいあるね。いっぱいある。あ、そうだ、初舞台おめでとう、ありがとう。そう、便利な世の中いっぱいあるよ。でもめっちゃエンジェルビーツのさ話で思い出したの、めっちゃ関係ないんだけどさ、ラジオで自分の好きな曲がかかるっていうのはすごい嬉しいなって今までずっと話してたんですけど、なんか自分でリクエスト曲で送るならこれ流れるって知った上であれなんですけど、なんかリニューアルする前の瀬戸宗で1日の時間割っていうので、あの夏美友人帳の BGM が偶然かかったことがあって、これ私好きなんですってあのめっちゃテンション上がって、マジハンキスのディレクターさん一回引かしたことがあります。あ、そうなんだねって、よかったねって、あ、すいませんちょっと落ち着きますって言って、っていうの今思い出した。そう、そうそう、みーちゃんの回でじゃあよかったねみたいな。そうということで、なんか私は夏美友人帳を聞きながら男女もかな。私何の 1,2,3,4 と見てたらね、どの曲が好きか、鍵かまどこでこの間痛いた乗せないよ、ずっと明かりともす切り開け、意外に覚えてるもんだな。この声が素直に、これなんだろう、あの日タイムマシンでなんだっけ、2だっけ、2な気がする、2な気がする、2な気がする、2かな、わかんない。あ、めっちゃね、夏美人帳も曲がいいよね。だからアニソンっていいんだよね。少しだけ大人の色に染まる指先、照れくさそうにそっと隠し、え、覚えてるもんだね。頬ずれついた君、見つめてる視線の先に小さなつぼみがゆらゆら。あに、曲と音楽ってすごいね。
なんて今も迷いばかりで、あの日送った言葉今さら思い出す。あかー、簡単。走り出せ前向いて、かじかむ手で空描いた、君の未来に祝福の明かり灯す。切り開けその手で、聞こえてるかいこの声が素直に割る。あ、茜刺すって今コメントがあって、私今一番歌いたくなった。そう、なんかエミさんが好きなのに、そんなに好きに決まってるやんみたいな声の音量のバグ。45分になったね、十分ね。マジ、茜刺すはもうね、あの「ちはやふる」っていう曲、エミさんじゃないわ、瀬戸あさみさんっていう人の曲もすごい好きで、それが茜なんだっけ、茜空で似てるんだけど違うんだけど、もう何言ってんだ、もういい、黙る。枯れ葉舞う街角を駆け抜けてく乾いた風、伸びた影とイチョウ並木、季節を見てたか、アニソンのカラオケがしたい。返事のない呼ぶ声は、だってさ、私は今メロディー聞こえてるけど、みんな聞こえてないでしょ、辛いな、なんか寝てしまう目抜き通り、人波抜けてどこか遠く誰もいない場所へ、気づいていたのに何も知らないふり、一人きり何もできなかった。出会えた幻にさよならを、茜刺すこの空にこぼれた弱さに、いい間違えた一リフのあだまだ、そんな風に願い叶え、痛みを知る。なんかね、アニソンって言ってもさ、なんかタッチとかさ、残酷な天使のテーゼみたいな、全員が知ってるアニソンを私は持ってないよ。だからね、盛り上がらないんだよね、私と一緒にカラオケ行っても。私がアニメ好きって知ってる人じゃないと、あかりんとしか私はカラオケが盛り上がらないあかりんとしか行ったことないけどなんかあかりんプラスなんかメンバーいっぱい行ったことあるんですけど、その時はなんかせっかく他のメンバーがなんかプリキュアとか歌ったりして、みんなでフレッシュフレッシュワンツースリーフォープリキュアみたいな、なんかみんなでやるんよ。そうそう、ですごい盛り上がったのを、私が誰も知られないアニソンを歌っちゃうと、すごいみんながスンってなるのを2回目ぐらいで気づいて、そっからみんなで行くときはアニソン封印してるんですよ。だとしたでも私曲をあんまり知らなくて、アニソンじゃないと曲がわからなくて、みんなと行ったとき私歌わないんです聞く専門、あかりんと行くときだけめっちゃアニソン歌ってる。そう、でもまあ聞くのも楽しいからいいんだけど、そう、あかね空とかあかね刺すとか全部好きだけど知らないんだよね、みんな。そうそう、そんってなるの。なんか結局こういう話をしたら、門脇と行けばいいじゃん、マリーナと行けばいいじゃんってなるけど、アニメっていろんな種類があって、私門脇のアニメわかんないし、門脇も南が見てるアニメわかんないから、そこ混じってないんですよ。門脇の見てるジャンル、私の見てるジャンルで、マリーナと私が地味にちょっとかぶって部分もあるけど、まあ違うよねっていう。そうそう君の中で探してたのは、歩き続けるための願い。私めっちゃ歌ってんな。出会えた幻にさよならを、
憧れはこの空に、そう、みゆみゆはアイマスとか、そう、でも私が見てるラブライブとか見てなくて、なんでっていう、そう、かぶ、本当にみゆとマジでかぶらんのよね、鬼滅ぐらいじゃない多分かぶっての。願い重ね出会いを知る、出会い重ね願いを知る。なんかみゆみゆに関してはマジ2年前ぐらいにエンジェルビーツを見てって言って見てくんなくて、ピオちゃんなんか半年前にエンジェルビーツ見てって見たかんね。だからピオちゃんはハマって一緒に今シャーロットを見てるんだけど、なんか私人とアニメ見たいタイプなんで、好きなアニメ、なんかピオちゃんが一人でエンジェルビーツ見ちゃったの全部、しかも1日で見たよあの子、なんで見たのみたいな、一緒に見たかったみたいな感じになって、じゃあシャーロット一緒に見ようって、でシャーロット一緒に見てから神様にの日を見ようみたいな、神様になった日を見ようってなって、でこの前カド岩石でお泊まりしてシャーロット見てたんだけど、ミユが早々に飽きてしまって、なんか私とピオちゃんは今日見るって目的で来てたからすごい集中して見てたんだけど、ミユがまあみたいな感じになって、でもミネとミユが、ミネとピオがすごい掘ってたんですよそれを、で何って飽きちゃったのみたいな、でもそのなんか相手はするけどなんか意識はずっと画面にあってっていうことやってた、ミユが拗ねちゃって、一回も一回閉じようって言って、ミユちゃんミユちゃんってみーちゃんおいでって。でやったら2話ぐらいしか見れない、お泊りして2話しか見れなくて、そうピオちゃんとまたあのまたしなきゃねっつって、またしなきゃねって言って、そうさみーちゃんおいでって、もういい、みーは一人でゲームする、いやもうなんでって、みーちゃん来てほしい、ほら真ん中、ほら真ん中空いてる、ほらみーちゃんのために空いてるって言って、いやみーはゲームするみたいな、みーちゃんおいでおいでみたいな。マジリアルこんな。でもそれが私は別になんかなんだろう、嫌とかじゃなくて可愛いから、なんかあいちゃん一回置いとくじゃなくて一回置いとくかみたいな感じのテンションなの私も。そうそうそう、可愛かったのよな。じゃあ男女見たいと思います。リアルタイムランキングものでその間コメント見ないです。そして音量注意です。13位、ダッタンさん。12位、トシローさん。11位、スノーヒルイシシ。あれ、右足骨折自宅警備中エンジェルビーツ見よう。マジか、すごい今、ずっと書いてた、今気づいた、大丈夫、何で、すごい安静しながらぜひエンジェルビーツ見てね。大丈夫、足は、手は折れたことあるけど足ないからな、足の方が不便そう。10位、ゆいさんさん。9位、沢山さん。8位、みーちゃん楽しいパパトミーさん。7位、ウエプロックさん。6位、りょうにゃさん。5位、けむこさん。4位、ライディーンさん。3位、パンダムさん。あかねジャス大好き、やった、あかねドラマ弾きたくなったから、シフェフルの曲だけど今から終わったら聴こう。そして2位、広島港パシリさん、舞台選出おめでとうございます、ありがとうございます、頑張りまいじ。舞台の稽古を終えて私の声質が変わったかもしれん。そして1位は、ポムさん、今日は一生の思い出です、ありがとう、こちらこそありがとうございました、私も本当思ったより近くで話せてすごい楽しかったです、謎解きね、いやそれではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください、いきます、あれみんなどこどこ、見つけた、みーのこと押してみひん、ひゅー、ありがとうございます、兵庫県出身みーこと石田みなみでした。そしてあの広島県の方、放送県内の方、あの0時から広島は0時なんですけど、瀬戸チャレに、今週からの瀬戸チャレに私石田みなみ、あの兵庫凱旋で出るので
1年ちょっとぶり、今2年弱ぶりの瀬戸チャレなので見てほしいです。ぜひまたハッシュタグ石波内とかつけて感想もお待ちしてます。結構私もね遊んじゃったので、どういう風な、どういう風になってるんだろうっていう不安もあるんですけどそう今から0時前に終わって見てねって引用リツイートセトチャレさんのして宣伝をしますね。ソラハートです。ソラハートです。そう、兵庫県凱旋セトチャレ、で11月からドラゴン X さんのイベントも始まるんですけど私も今勉強をすごいしててやってるんですけど、ぜひ僕たち私たちも本気で協力するよって方はもう早めに始めて、モンスターの強化とか総合力とか早めにやってあげとく方がいいので、ぜひ協力するよって方はぜひもう始めていってほしいなと思います。まあなんか瀬戸内を広報するユニット選抜は自体は落ちてしまったけど、私あの期間みんなと頑張ったことはすごい楽しかったというか、一緒になんか何か一つ頑張れてすごいなんか力になるなって今後の活動に思ったし、全国 CM ということでそれも一種の瀬戸内 STU の候補になれるんじゃないかなって、その7人に選ばれなかったからってもう候補しちゃダメっては絶対違うと思うから、そう、じゃあ私も候補しませんじゃなくて選ばれなくても候補するもんみたいな、で逆にそう、いや あの子めっちゃ候補してるのになんで入ってないですかってぐらいのテンションぐらいでいこうっていうノリなのでドラゴンエッグも頑張りたいと思います。すごいみんなにね今話しながらね、チアフロの茜空っていうのがすごいいいんだけど、聞きながらみんなとお別れしたいと思う。私は聞いてまた茜水色に染まってく坂道、足を踏めて、めっちゃ歌詞わからん、そんな日はここにいない、君を、あ、止めちゃったよ、思い浮かべて見失いそうな道を探してみるよ、今君がどこにいたって変わるはずないよね、心はいつでもつながってる、遠く離れていても忘れずにいてね、あの日感じた情熱二人で重ねた夢、茜色の空滲んでく夕日、上を向いて歩いて行こう。なんか1期と2期とあるんですけど、エンディングを瀬戸あさみさんっていうチアイフルの綾瀬千早ちゃんっていうこの声優をしてる方が歌ってるんですけど、全部1期も2期も、ね、いい曲なんすよマジでやべ、そろそろ時間やばい、ツイートしなきゃ。では歌っての南でしたが、ここで今日のみーちゃんとお別れです。さよならちょっと歌って去るわ。サビいったら終わるね。いいだってぶつかったり泣いたりもしたけど、かけがえのない時を過ごしてきたね、今君が何も言わずにやろうとしてること、誰より近くで見守ってる、そう信じてるからね、諦めないでね、願い続けて、今ほら一つに重なる夢、茜色の空沈んでく夕日、振り向かずに歩いて行こう。では本日はここまで、おやすみちゃん。あいい終わりだな、ラジオみたい、楽しかった、すごい、バイバイ